まあ、ここはねこうやってインクレールをね伝ってねクリアしていくステージになっています。まあ、極力ねこんな感じで、まあ、ショートカットしながらね進んでいこうと思います。でここはもう全部塗って上にこうレールを伝って上に上がっていくと OK で、ここなんですけどこれはまあ逃げてくね。で逃げてってでこっちなんですけどね、まあこれ邪魔してくるんですけどこれね上越えられるんですよね。この辺かな、意外と知らない人多いと思うけどこうやって越えていけるんですよ。でここはまあ上越えれるけどちょっとね待たないといけないね。で待って移動した方が移動速度速いからこうやって移動していきます。いやよかったらね初見の皆さんよかったらねまたチャンネル登録して遊びに来てくれたらね嬉しいです。こう最初で最後じゃないかもしれないじゃないですか。よかったらねまた登録して遊びに来てください。でここはこう上に投げます。でこっち帰ります。そしたらね真ん中にレールがつながるんですよ。だからこうやってつなげていっていくと OK で、ここもちょっと極力ショートカットしながら進んでいくと OK 結構際どいんよねこれ。 OKOK で越えていってで上登っていってチャージャーいるんでこのチャージャーを倒さずに進んでいきます。でここであとはもうゴールですね。はい、ということでした。じゃあお疲れ様です。じゃあねバイバイ。タイムは1分16。じゃあねバイバイ。さあ移動していきますか。ここサイト4かな。次このパイプ何に使ってたんやろうね。何かな、移動用じゃないの、移動用じゃない中進んでいってるんかな。もうだいぶあの中心のアコからね離れたとこに移動してますね。埋め立てドリームランド、おお、こんな感じのステージ。あ、ボスいるね。前回ワールドさんにねボスいなかったんですよね。あれボスと反応あり。じいちゃん、あ、じいちゃんかな。サンゴ行ってみようということなんで、ということで次回はサイト 4だと思う。ここ4やっていきますということで、あ、なんか転がる、ちょっとだけ探検してっかとね、夜間1個目1個ぐらい見つけよう。夜間1個ぐらい見つけて終わろうああああったわ、夜間あったということで、夜間がここともう1個向こうにもあったね。どっちがワールド1か分かんないけど、あ、上にもあるね、まあ、ということで、まあ、次回はこの辺り、まあ、どれかやっていこうと思います。向こうにもあるわ。じゃあということでした。じゃあお疲れ様です。じゃあねバイバーイ。